はい、おはようございます。始まりました。今日のワンコンテル、毎日更新でレトロゲーム遊んでおりますよ。できない動画ですよ。はい、というわけで、今日のゲームはこちらです。アレックス・キッド、天空魔女です。で、セガの、まあ、看板キャラクターですね。アレックス・キッドの、何作目かな ?3 作目か4作目か5作目かわからないけど、まあ、そんぐらいな感じですね。セガマスターシステム、セガマーク3とかで2作品ぐらいあったの覚えてるけど、3作目もあったんだっけな、わかんねえな。まあ、そんな感じで、わかんねえです。はい、というわけで、カセットはこんな感じですよと。まあ、メガドライブでアレックスキッドは出てたんですねっていう気もしますけども、そんな感じ。まあ、中持ってたんでやります。はい。よろしくお願いします。今日のワンコンテンツ、1回ゲームオーバーするまでにどんな感じのゲームでしょうか、ご紹介したり、体験したり、遊んでいけたらいいなと思っております。よろしくお願いします。さあ、どうでしょうね。あ、もしよろしければチャンネル登録、高評価などいただければと思います。お願いします。いつも忘れるんだよな。お、じゃんけんがある。アレックス。あ、ホッピング。キッド。天空魔女。キッドってさ、KID だっけ普通。D が2つつくのってどういうあれなんだ。僕の名前はアレックス・キッド・オサール。僕のふるさと、アリエス星は、僕の兄、イグル王のもとに平和な毎日です。ん?そんなある日、行方不明だった僕の父、サンダー王が、なんて、ジャンバリグ星で生きているという噂が流れてきました。ジャンバリグ星といえば、じゃんけんの本場、じゃんけんの弱い者は生きていけないという恐ろしいところだ。教わる家のみんなは僕がジャンバリグ星に行くことに反対しました。でも僕は噂が本当かどうか確かめるために旅だったのです。だって、とりあえず、じゃんけんで全てを解決すればいいんだな。グーチョキパーで。ですって。おう、もうこの時点でグーチョキパーしてますよ。よく見れば。スタ、プッシュスタートボタン。あ、これ、もう始まった?まあ、デモ画面かな?バイクに乗ってますね。まあ、オープニングでホッピングに乗ってた時点で、なんかいろいろ乗り物があるんだろうな。あ、これデモ画面ですね。私今触ってないんで。あれ、バイク今どうした?お、ジャンプ、お、殴る、蹴る。殴る、蹴る、ジャンプ。スタートオプション。ちょっとオプション一旦見ますよ。コンティニューディフィカリティ。ディフィカ、おい!スタートボタンを押すとリセットボタンらしい。あ?ノーマル。コントロール。ノーマル。リバース。何?え? 3D シューティングじゃあるめし。ジャンゴラ、ジャンゴリラ。タンニャ。プータロー、ビッグセン、ビッグ仙人。プータロー、なんだろうね。何言ってんだろうね。何言ってんだろうね。よし、始めていきましょう。スタート。ビギナーの街。おお、初心者っぽい街ですね。おお。Y ボタンでジャンプの時に勝手にあの手は出します。あ、この曲なんか聞いたことある気がする。ここはじゃんけんハウス。じゃんけんに勝ったらここにあるアイテムと俺の服をあげよう。服着てるあんた。負けたらお前の服をいただいてもよ。うわー。恐ろしい話だ。やってやるって。音楽は終わるまでにグーチョキパーのうちどれかを選んでくれ。はーい。まあグーだろ。最初はグーだろ。負けました。あらまあ、あら、お恥ずかしい。あ、服が帰ってきました。こっちはじゃんけんハウス。あ、ここはホッピング。なるほどね。そういう感じか。やる気がないんじゃ、お金がないの。あ、お金、お金。おお、おお、お金たくさん手に入るんだな。このリングなんだろうね。さっきパー出したから同じの出す気がする。そういうシステムっぽい。だからこう、覚えとけばちゃんとそれを出せば勝てるよっていうルールだと思う。よし、行きましょう。あ、本当に?勝てました。誰が泥棒だ、この野郎。こいつもチョキいけるかな。100、いいよ、いいよ。えい、えい、イエーイ。別にお前の服はいらないんだけどな。
あれどうやっていくんだ。上ボタンを押しながらジャンプ。届かない。なんか大ジャンプ手段があるのか。500高い。お金がないの。スタートボタンを押したらこれなんかメニューが選べて、装備、あ、こうやってこうホッピング、いた、一接触ですぐ死ぬらしい。で別にホッピングは横から当たられたら弱いらしい。ゼニー、ゼニー、あ、ゼニーだ。こうパンチの癖がだいぶちゃんとタイミングよく狙わないと当たらないのかな。えい難しい。慣れてやってるうちに慣れるのかな。ジャンプしてるとき足を出すタイミングは分かりませんけども、ゲームがオーバーしました。体感30メートルしか歩いてない気がしますけど。そんなアレックスキッド天空魔女でした。いやー、天空に魔女があるんですかね。地べた30メートルぐらいしか歩いてませんけどね。なんなら20メーター、もう最悪10メーター。恐ろしいゲームでしたね。画面を戻さないと音が。ジャンプして手、Y ボタンを離したところで足が出るんだ。なんか Y ボタンを押しっぱなしにしてると足が出ないんだ。あ、そういう感じね。でもこれで宝箱は壊せないらしい。空中ジャンプし終わったらなるべくもうこのジャンプボタン離さないといけない。あ、でもそれで足を出してることで壊れてしまう足場があるんだったら Y ボタン押しっぱなしでジャンプした方がいいとか、そういう駆け引きもあるのかな。何にしてもこれどうやらゲームオーバーとかないらしいっていうのは恐ろしいですね。よし逃げろ。はい、というわけで、本日お送りしてきてましたのはアレックスキッドの天空魔女というゲームでした。ありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら。恐ろしい。じゃんけんポン、またねー。うふふふ。